今日のテーマはわさび菜です。どんな料理してくれる感じ？今日はわさび菜とブリの瞬間昆布締めと柑橘ドレッシングになります。今日の食材は、カブと、ちょっと珍しいサラダえのき、わさび菜、キニンジン、紫ニンジン、赤いベニクルリという大根ですね。飾りにビーツですね。使うのが、今日はブリ、寒ブリですね。ブリと、昆布で昆布締めにしていきます。一番最初にですね、昆布を敷いてですね、切ったブリを並べてもらいます。昆布の旨味とですね、臭みと食感も良くなりますし、保存も良くなりますし、非常にこのおすすめな食感もありますし、風味が、昆布の風味も入って良くなります。これ軽くでいいので、もう瞬間的に30分ぐらいでこのまま置いておきます。でまずわさび菜から、下処理していきます。ちょっと茎が硬いので、葉っぱと分けてですね、茎は後ほど炒めます。では、葉っぱの方は、手でちぎっていきます。葉っぱというのは細胞をですね、引きちぎることで、鮮度が保てたり美味しさが保てたりするので、包丁よりは手で葉物はちぎった方が美味しいです。で茎の方はちょっと、炒めやすいように斜めに切っておきます。手の茎は軸を落として、これ生で食べれるのでこのままでほぐしておきます。ちょっと長いので真ん中で切って葉野菜に混ぜておきます。葉と、葉を分けていきますが、葉も、ちょっと硬いのでこちらも炒めます。ちょっと食感がですね、異なった、サラダにするのに、炒めたり、生で食べていただいたりするので、あと炒めた時の、香りだったりとか焦げ目だったりとか、またサラダによって全然こう印象が違うので面白いと思います。カブなんですけども、普通のカブでしたら筋がここに入ってますので、剥くんですけども、こちらのカブはもうサラダで食べれるカブなので、このまま、スライスしていきます。軽く塩しますので厚みがあってもいいかなと思います。洗ってはいますけども皮からいきます。でちょっと変わったこの紫人参、アントシアニンが、これ包丁からこの出てくるこの紫がすごく強いので、必ず服につかないようにします。で根菜を切ったものにですね、塩を振って軽く揉みます。塩は何でも構いませんけども、天然塩を使った方が甘みとかミネラル取れるのでおすすめです。軽く、することに、塩をまぶすことによって、まあ、アクも取れますし、水分が少し出てくるのと、あと硬くてもちょっとしなしなと食べやすくなります。大根はですねスライスします。こちら大根はちょっとかなり筋がきついので、こちらはスライサーでスライスしていきます。同じようにビーツも、こちらこのぐるぐるになってます。こちら本当にビジュアルがとてもよく飲食店で使われる綺麗な柄のビーツです。でスライスした大根とビーツをさらしていきます。じゃあ少しアクがあるので水で、大体15分ぐらいですねさらしていただいて、シャキッとしますしアクも取れる。わさび菜の茎と、カブラの、葉っぱと、カブラを少しオリーブ油で炒めます。葉っぱなんでね、軽く塩してすぐ軽く炒めるだけです。
ちょっと焦げ目ついてですね、この香りが出てきたぐらいで、カブとかですね、葉っぱは非常に栄養価も高いですし、一緒に食べることによって美味しさが増すというか、皮も非常に美味しいカブなので、一緒におすすめ、炒めて食べていただく方がおすすめです。一応生でも美味しいんですけども、この炒めると少しの甘みも増しますし、食感もまた違ったので、軽く炒めるだけで表情が変わる。まずわさび菜とえのきを混ぜたもので、ここでドレッシングを軽くかけます。あえてもいいんですけども、かけた方が確実に綺麗に盛れます。あと、お野菜を炒めた、茎を炒めたものですね、を全体的に散りばめていきます。こちらですね、塩で揉んだもの、結構柔らかくなってます。これだけ水分出てますね。これを軽く、水分を絞りながら、ちょっと若干浅漬けみたいになりますね。そして昆布締め、それで生野菜、昆布締めのちょっと軽く間に入れ持って、最後にまた、ドレッシングをかけて、終わりにちょっとかけて完成です。